ミサンガミサンガは手芸の組紐の一種である。色とりどりの刺繍糸を何本も合わせて編み、模様をつける。日本ではプロミスリング、プロミスバンドとも言う。ミサンガの語源はポルトガル語であるが、本来の意味はビーズであり、紐のものをミサンガと呼ばない。また、プロミスリングという名称は、英語では恋人同士などを互いに表現する。 金属製の指輪の一種を指すことが一般的である。発祥地については、ポルトガル、ブラジル、グアテマラなど諸説ある。17世紀頃、ポルトガルのポンフィンという教会で作られていた、フィタという名前の紐を結んだのが、ミサンガの始まりとされている。フィタを編む時に、願い事や叶えたいことを込めていたという。そのフィタを、教会関係者や村人たちは、 手や足に結びを守りにした。ポルトガル語では、ボンフィンというのは、美しい結末、良い終わりという意味がある。これが転じて、案で身につけたミサンガが自然に切れると願い事が叶う、という現在の思想に結びついたと考えられる。現在では、ブラジルバイア州サルバドールにあるボンフィン教会が、流行の発祥という説がよく唱えられている。ミサンガフィタと呼び、 紐を2回ほど手首や足首に巻いたのが最初だと言われている。実際に、ボンフィン教会にはおびただしい数のミサンガが建物外観に祝わえられているが、これは願いが叶った人々がお礼に結んだものだという。なお、この教会には手足の治癒のお礼に義手や義足も多数収められている。ミサンガはポンファンフタという名前でポルトガル語圏に広がり、 特に、サッカー選手が好んで身につけた。日本では1993年に J リーグが開幕した際、ベルディ川崎に所属する、ラモスルや北沢剛が、チームの勝利などを祈願して、ミサンガを身につけていたことが、きっかけとなり、J リーグブームの高まりとともに国内に広まった。手首や足首などに巻きつけて使用し、紐が自然に生きれたら、 願い事が叶うという演技担ぎの意味がある。ミサンガは J リーグブームの収束後も若者やスポーツ選手に人気があると言われ、2004年に行われたプロ野球オールスターゲームでは古田敦也をはじめプロ野球選手がプロ野球再編問題で2球団合併反対、1リーグ制反対の願いを込めて12球団のイメージカラーをもとに作ったミサンガを使用した。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東日本大震災では阪神大震災を大きく上回る被害が発生した。そこでダンスボーカルユニットのエグザイルはグループのミサンガを制作し収益を足長育英会を通して震災で親を亡くした子供の支援に充てることを発表した。 他にも、企業や個人でミサンガを作成、販売して、チャリティ活動を展開する動きも見られた。また、被災地の宮城県石巻市の小中高校生15名が結成した We Make 石巻は、ボランティアで同地を訪れた人々に配布するために1万本を目標にミサンガ制作を始めた。We Make 石巻のメンバーは、 朝日新聞の取材に対しアクセサリーをすることができない被災者とボランティアの人が同じものを身につけることで一体感を生み出したい石巻のために子供でもできることをという思いから作成したと答えた三陸地方では震災で仕事を失った女性たちが震災後に漁に用いることのできない漁を再利用して浜の未参画館を制作しており 大きな収入を得るとともに全国的な話題となっている。ありがとうございます。